群馬の由美子です。今日は2022年2月24日木曜日です。今日ね、緊急配信起こってます。2歳の子供にマスク発言っていう YouTube の動画を見て、ちょっと私もそのことについて話があるということで緊急配信します。その動画は小児科医スカイウォーカー院長、この方の動画なんですけれども、小児科のお医者さんですね。2歳の子供にマスクをさせようっていうようなことを国が言ったけれども、とんでもないと。ずっと2年みんなマスクしてて、結局オミクロン株がこんなに流行っちゃってるんだから、マスクの意味はないだろうと。もうそれを認めてね、やめようっていうようなことをおっしゃってましてね。やっぱり小さい子供にマスクさせるのは危険ですから、酸素が薄くなっちゃうとか言ってらしたと思います。幼稚園とか保育園のね、先生方に子供にマスクをさせないでくださいっておっしゃるんですよ、この院長先生がね。で、国がそういうこと言ってきても従ってはいけません。すごい力強いお医者さんのお言葉でね、大変嬉しかったです。でね、そうなんですけども、私お医者さん方にもお願いをしたい。それはお医者さんがこの人はマスクすると具合悪くなるのでさせないでくださいっていうようなお墨付きを書いてほしいんですよ。つまり診断書をね、連発してほしい。そういう人に対してお医者さんが言えば、他の人は誰も何にも言えないんですね。ドクターストップですよ。だから、やっぱりね、幼稚園や保育園の先生が国の言うことに従わないっていうのはかなり大変なことで、お医者さんの権限というのはすごいんですよね。やっぱり幼稚園の先生とは違う。だからお医者さんが積極的に診断書をどんどん出してほしいです。私ね、そういうお医者さん知ってるんですよ。ワクチン打たないお友達ができて、それでいろいろ情報をもらえるようになりましてね。でね、東毛ですよね。群馬県は過密毛の国、上毛って言うんですけど、東の方、東毛、東毛エリア、東毛とは言わないけど、東毛エリアって言うんですけど、そこのね、大きな市ですね。富士重工があるとこだと思います。富士重工ってスバルのことね。そこに立派な80代だって聞いたんですよね、女医さんがいらして。それでね、そのお友達から聞いたのは、自分が診察待ってたら、前の診察の人がカーテン1枚で仕切られてて話が聞こえちゃうんですって。で、涙ながらに、学校で子供がマスクさせられてね、相談するんです。先生が名刺を出して、そこに裏に、この人はマスクすると具合悪くなるしさせないでくださいみたいなこと書いて、でこれを学校の先生に渡しなさいって、これで大丈夫だからっつって、それくれるんです。ほんで、でその待ってたお友達も、じゃあ私も言ってみようかなと思って、診察の時にうちの子供もって言って、それ書いてもらったんですって。で、診断書だとお金かかるからこれでいいわよみたいな名刺の裏に書いて、なんかあったら学校から私に直接連絡してくればいいから、学校の先生がね、直接私に聞きたいことを聞きなさいと。素晴らしいですね、専門家というのは。本当にこうでなければならない。それで、その私のお友達の子供さんはお友達と違いすぎるのが嫌だっていうので、顎マスクで言ってるそうです。それで OK でね。それで、その大きな東毛の市ではね、その女医さんが名刺に裏書きしてくれたけれども、じゃあマスクしなくていいけど、学校でね、マスクしなくていいけど、その代わりに他の生徒と机を離して透明の板をしますと、パーティションを。それやられてるんですって。それって人権侵害じゃないのっつって、そんなの教育委員会が許すんかね。とにかく実際そうやって生活してるんですって。これはその女医さんに聞いたんですけど、その女医さんってこの間の動画で、私たちマスクしてないと濃厚接触者になっちゃうのよねって言った先生ですね。でね、そのパーティションやられた子はね、その透明の板の向こうからイエーイって手振ってるんですって、友達に。
でその友達もイエーイって振り返してそういう子だからねイケてるんですけどね。だからまあ子供さんの特性にもよりますけど、まあね、お母さんが励ましてあげて、で酸素が薄いと脳に悪いからって体に悪いからって言って先生にねお墨付きもらって、でまあせめて顎マスクにしてね、全然していかないっていうのは嫌だって言うんだったら顎マスクで行きなさいって、もうすぐマスクも終わるからって励ましてあげて、そういう風にしたらいいんじゃないかなって思います。で私ねその話聞いてね行ったんですよ、そのお医者さんとこね。どんな素敵な先生だろうと思って、でもね80代のおばあさんだっていう風になんかネットで読んだんですよ。で、あ、これを早く行かなければいけないと思って見たらね、そんなどこにもおばあさんはいないんですよ。もうねすごい若々しくてね、まあ、せいぜい60代にしか見えない。ショートカットでね、半分グレイヘアで、まだ黒髪もいっぱい残ってて、シャキシャキっとしてね、まず姿勢からね、何から話し方から、もう全くその老人気なところがもうゼロなんですよね。すごい、ああいう人がいらっしゃるんですね、すごい人が。でね、またそこの診療所もね、なんか塵一つない感じでね、すごい綺麗なんですよね。お掃除がすごくって。それでね、だから私ね、それ診断書書いてもらったんですよ、実は。ね、いい先生だなと思って。で、診断書だとお金かかるけどって言われたんですけど、まあ私先生にお金をお払いしたいんで、ちょっと書いてくださいって。なんかあった時にお守りのように持ってますからって言って。で、書いてくださったんですよ。ですから皆さんもね、近くにそういう先生がいないか、いろいろこうワクチン打たないお友達を作って情報交換をして、またはそういう理解のある先生がいたらお願いしてみたらどうですかね。で、私としてはお医者さん方にお願いしたい、積極的にそういう診断書を書いてあげてほしい、こういうの書けますよと。でちゃんとお金をもらって3000円とかね、なんかそういう診断書お金あるでしょ、ああいうのを受け取ってちゃんとエネルギーを循環させてですね、でそういうふうにするといいと思います。お金をね、仲間同士で循環させちゃえばいいと思うんですよ、私。だからこういうふうにインターネットや、あとはインターネットだけっての難しいね、インターネットでつながるってのはいいんだけど、やっぱり実際にそういう人がいそうなところへ出かけていって、実際にね、対面して関係を作ると。そして、その中でお金を循環させて。いいですよね。だから私ね、イオンとか、そういうところに、あんまり行かないようにして、なるべくこう小さいお店とかでね、お金を使うようにって、ちょっと考え方を変えてやってみています。東京都医師会の定例記者会見が2月8日に都内で行われ、この時ね、理事さんの小児科医川上和恵先生、この先生が2歳以上へのマスク着用についてとんでもないとの見解を示したというニュースがありましたね。子供のためにちゃんと声を上げていかないと、立派なお医者さんがいらっしゃいますね。ちゃんと医師会とかそういうところの人がね、言ってくださるんでね、ありがたいと思います。幼児のマスク着用については、気道に圧がかかり十分な酸素が取り込めていないから、子供は運動量も多く心肺機能への負担が大きい、子供は簡単に吐いてしまうのでマスクの中で吐いて窒息する可能性もあると危険性を指摘する。すごい大変なことですよね。で、後藤厚生労働大臣は、可能な範囲で子供や保護者の意図に反して無理強いすることのないようにと条件付けをしたものの、厚生労働大臣という立場からの着用推奨にマスクをしていない子や保護者、保育園に対してクレームが寄せられないかということをすごく恐れていますと懸念を寄せる。これは今の川上先生ですね。その上で、昨夏デルタが流行していた時にはコロナよりよっぽど乳幼児に影響が大きい RS ウイルスが大流行していたのに、マスク着用とは言わなかった。なぜ今影響の少ないとされるコロナでマスクなのか。個々の発育段階によってちゃんとできる子もいればつけられない子もいる。対応に追われてやった気になるくらいなら一律でしない方がいいと
と見解を語った。素晴らしい。これが今の川上和英先生、立派な先生ですね。この同じ先生が同じ時に、子供へのワクチン接種は同調圧力、これは言わない方がいいか、まあこういうことも言ってらっしゃいます。リンク貼っときますね。ああ、感染経路のほとんどは家族からだって。よく保育園や学校で広まっているんじゃないかと言われるが、学校や保育施設は対応が早いのでクラスターはあまりないと今の川上先生がおっしゃって、具体的にマスクを外す方法をね、一緒にやってくれる議員さんがいらしてね、広島県呉市の市議会議員谷本誠一さん、この方ね、ノーマスク学校生活宣言っていうのを推進してらっしゃってね、すごいんですよ。あの親御さんと一緒に教育委員会についてってくれて説得してくれたり、校長先生のところにも一緒に行ってくれたり、その広島のね県内でそういうことをねしてらっしゃるんですって。でこの方ね、あのこの間全国デビューなさって北海道に公演に行って帰ってくる時に飛行機に乗ってマスクしないんでこうなんか降ろされちゃったんですっけ、うん、確か降ろされたんですよね。で飛行機遅らしたっつってニュースになって、デビューされたなと思ってね喜んでたんですけど、ホームページなんかもあるんで、谷本議員はねこのノーマスク学校宣言っていうのこの立花隆のこの嬉しそうな顔とか、日本は法治国家ではない、多数派が法より優先する、多数派はバカ、真実はなかなか広がらないほら素晴らしいですね。この本当に楽しそうにやっててね、いいですよね、元気いっぱい。それでこの谷本さんのねノーマスク学校宣言、勝利の方程式、理論と手順、こういうのを載せてくれてる、これは谷本さんのサイトじゃないんですけど、免疫力を下げない方法っていうサイトなんですね。私もこのその1からその5か6グラムだと全部読んでねなるほどっつって、あのお友達が子供さん幼稚園に行ってて、もうマスクしたくないって言うんだけど、どういうふうにしてやったらいいだろうって言って相談を受けたんでね、いろいろ調べまして、マスクの医学的な意味のなさとかですね、無症状感染は一件も出なかったっていうような調査論文とかね、あとはいろんなお医者さんがマスクの無意味さを説いている資料を、ネットの記事なんかを印刷して資料として添付して、で園長先生にお手紙書いて、で宣言ですよね、うちの子はマスクさせないと、マスクをつけることの弊害の方が大きいので、うちの子はマスクをさせないと決めました、子どもの健康管理を担っている親としてね、そういうふうにしますって宣言するんですよね。でだから差別のないようにお願いしますってね、これ大事なのはお願いするレベルの話じゃなくて、自分の子どもはこういうふうにさせますと宣言するっていうことなんですって。でね、あとね、学校なんかで大事なのは、一番上から、このピラミッドの一番上から押さえるんですね。それは教育委員会。だからまず教育委員会に話を通すんです。みんな、最初は知らなくても、このマスクを無理やりさせるというのは、法律違反に当たると、で人権の侵害であるというようなことをこう説明すれば、で、無症状感染もないんですから大丈夫ですよっていうのは安心材料のね、その証拠も出して、そうすれば向こうの人はね頭いいですからパッと分かりますよ。で人権侵害っていうのをお役人は一番嫌がる感じがしますね、なんとなく。だからそこをつけばね、あそれだけはできないって、法律違反も犯せないし、それはちょっと嫌だなって思うから、OK が出ます、法律違反だから。それでじゃあ今度学校にね、校長先生に説明しに行くので、ちょっとここの学校の校長先生にお話通しておいていただけますかって教育委員会にお願いして、それから学校に乗り込むと。で、あそこはねもうね教育委員会が OK 出てれば、もう校長先生なんかもう別に自分の判断にならないわけだからね、
教育委員会がリスクを負ってくれるわけですから全然大丈夫ですよ。ですからそのようにしてね、本気でねおやりになったらいいと思います。ただあんまり威張って言っちゃダメですよ。ちょっとこう下手に出る感じでね。でその時にその診断書があればもう最高ですよね。絶対大丈夫。本当はね診断書なんかなくてもいいはずなんですけど、その相手の方の理解度っていうのがありますから、相手の人がどこまで何が分かるのか、話して分かる相手だったら別にね話してそれで通るんですけど、まあ皆さんテレビ見てますからね、あんまり分かんないと思うんですよね。そのマスクをしないっていうことが別に何でもないことであるっていう、人の権利の問題、人権の問題で、自由にしていいんだっていうことがねお分かりにならないので、相手を見ていろんな資料を持っていくわけですね。ですからお医者さんにお願いしたいのはですね、やっぱり診断書をどんどん書いてほしいっていうことです。本当はこれ法律に照らして合法なんだからマスクなんかしなくていいはずだというのが通ればいいですけど、今通らないので、もうその辺はですねやってもらいたいって。でその私のね、私が副島貴彦の学問道場重たい掲示板というところにマスクの外し方っていう記事を書きましたので、それ読んでいただけるといろんなリンクも貼ってあります。論文だとか、あとはその谷本誠一さんの議員さんのページとかね、それ読んでもらえばやり方がわかりますので読んでください。でその時にこの重たい掲示板をね、どん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 上からこうみんなが投稿してって、記事がどんどん下に行っちゃって探すのが大変なんですね。でこの右肩のところにカウンターの下、ここにね検索キーワードを入れるとその記事が出てきます。この場合マスク外しと入れてもらえると一遍で出てきます。これすごいでしょ。このカウンター、昨日21,105ビュー、1日2万人が見に来るんですよ。すごいサイトですよね。そこに厚かましくも書いてますので、2021年9月23日の記事なんですけど、実践マスクの外し方、Stop waiting on Trump, he's waiting on you. トランプが何かしてくれるのを待つのはもうやめな。トランプの方があなたが立ち上がるのを待っている。リウンと弁護士の言葉というタイトルで書いたんで、やり方をちょっと見に行ってみてください。あとね、谷本誠一議員が飛行機から降ろされたっていう話よね。その後、谷本議員にインタビューして、いろいろ詳しく聞いてみたっていう記事を読んだんですよね。ちょっと今見つからないんだけど、それで、行きはアナで行ったんですって。で、アナには話を通してあって、こういうことでマスクをしませんと。ご迷惑かかってはいけないので、一番後ろの席をお願いしますって言って、で、わかりましたって言って、アナも OK して、で、飛行機も乗って行ったんですって。マスクしないでね。ほんで、帰りの飛行機は、どっか小さい会社の、何だったっけ？ね、小さい会社の飛行機で、で、そこも、その会社には話を通してあったんですって。で、いいですよっていうことだったらしいんですけど、その飛行機の中のスチュワーデスさんたちに話が通ってなかったみたいで、そのマスクしないで入っていったら、スッチーがもう慌てちゃったって。だから、お医者さん行ったら受付嬢がキャーってなっちゃうっていう、マスクってなるのと同じですよね。そういう感じでスッチーが多分慌てちゃったんだと思います。それで話が通ってないんですよね。だからこう小さい会社とかだともういっぱいいっぱいでやってるからそう話をつけておくとかいう、そういうね余裕がないんじゃないかと思うんですよね。だから大事ですよね。こうちゃんと飛行機の中の人にも話を通しておいてくださいねっていうようなこと、念押しするとかね。だから谷本議員はね、そういうわけで行きは穴で普通にマスクしないで行ったんですって。だから災難でしたよね。でもこれで全国に知れ渡って谷本議員のお名前がね、よかったなと思ってね、全国ネットで放送してもらっておめでとうございます。マスクをしないで
うろうろするときに大事な心構えがあって、それは自分がマスクをしてない姿を見せることで、それを見た人が希望の光を見たように思うっていうことなんですよね。誰かがじっと見てるなと思ったら、あの人はびっくりしているんだな、マスクをしなくても別にいいんだっていう証拠が歩いている、あれがエビデンスだと、びっくりしているんだろうと、そういうふうによく撮ってください。だから何かっていうと、私マスクしてないで歩いてるの見られてる人が自分のことを見て何か批判していると、あの人マスクしてない、非常識って思ってるなんて思うっていうことは、自分のことばっかり考えてるってことなんですよね。そうじゃなくて、相手に希望の光を与えていると思うわけですよ。私を見て安心してくださいね、マスクをしないで歩いてても別に大丈夫ですよ、私風邪なんかひきません、別にそうやって歩いていても警察に捕まるわけじゃなし、誰かに暴行を受けるわけじゃなし、普通に生きてますよって、大丈夫ですよ、あなたもマスクを外してごらんなさい、そういうような菩薩のような気持ちで歩いてください。そう、慈悲の心で。